山陽塩谷駅は兵庫県神戸市垂水区塩谷町一丁目にある山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は SY08 相対式2面2線のホームを持つ高架駅。改札口は1階にあり1カ所のみで基本的に窓口は無人化されている。ホームは2階にある。改札機は GX-8。乗り場番号は設定されていない。 エレベーター、ー車椅子用トイレ設置。阪神、淡路大震災で当駅周囲は森土であったため、駅設備が大きく損傷した、そのため運転再開にあたってはコンクリートによる高架橋での建設を行い、先に本線部分が復旧され、駅設備の工事が進行するまでの間、仮駅にて営業を行った。仮駅は現在ある駅より、 東側約300メートルの場所にある国道2号線の JR をまたぐ橋付近に相対式2面2線構造の地上駅で開設され、構内踏切が設置されていた。ホーム JR 線、塩谷駅に隣接する山陽塩谷駅上りは、神戸3の宮行とスマコーが毎時2本ずつ発車する。下りは毎時4本の運行。神戸市統計所によると、 2013年度の1日平均乗車人員は742人であった。山陽電鉄全49駅中45位。神戸市内の山陽電鉄本線の駅では、スマウラ公園駅、東タルミ駅に次いで3番目に乗降客が少ない。以下に各年の乗車人員を示す。駅東側を、塩谷谷側が大阪湾へ注ぐ。なお、 当駅と東隣のスマウラ公園駅との間で、渡る境川は、旧国の摂津国、張間国の境界をなすことからその名がある。ありがとうございます。